総務省が今日発表した11月の全国消費者物価指数は生鮮食品を除いた総合指数が102.2と1年前に比べて0.5%上昇しました前の年の実績を上回るのは2年11ヶ月連続です消費税増税の影響で外食や JR の普通運賃などが上がったことが消費者物価の上昇につながりました